くそ。落ち着いて小川さん、凪沙ち、そもそも既読とはすでに読みましたというメッセージで、それ自体が返信なんです。既読それは生存確認、返事がないのはいい知らせ。既読それは元気な証拠、孤独を感じるなんてバカげてる。いやだったら既読なんかつけなきゃいいんだ。既読なんかつくから気になる、頼りがないのは悪い知らせ。確かに既読がつくと返事が欲しくなるし、こっちもなんか返さなきゃと思ってしまいますよね。その結果が、承知しました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 。